はい。えっ、ー、と、2023年8月の16日、お盆最終日だそうです。雑談配信です。体の調子がどうにもならないですね、ということです。えー、火の鳥、えー、エデンセブンティーンというのが、えー、ディズニープラスで9月の12日に配信になるっつって、あ、びっくりなっつってね。 火の鳥また映像化されるんだ、嬉しいなんて思ってまして、で、これが特殊な作りになってて、あの、エンディングが二通りあるっつって、で、まず最初に配信で火の鳥やって、で、二ヶ月後に映画館にかけるんだそうです。12月2日に劇場公開っつって、それはエンディングが違うっていう、ね、二通りのエンディング。まあ、だから、 まあ、調べたりしたんですけど、まあ、手塚治虫の「火の鳥」っていうのはその連載されてた時と単行本になる時とあとある時期に手塚治虫が書き直すっつってあのお話の展開だったりキャラクターがごそっとね書き換えられたりとかしてるらしいんですで僕も割と火の鳥はリアルタイムに読んでるものもあったんですけど もうその最終的に単行本になったものを読むっていうことでさ、あのだって昔にコムのでっかいやつとかあったんだから、家に。あ,のあれはラッキーだなと思うよその。いわゆるジャンプみたいな冊子みたいなのが、ね、丸々一冊火の鳥っていうやつがあってさ、火の鳥がこう印刷されてるやつね。ね 今でも多分古本屋なんかに行けば復刊版とかが安く売られてたりすると思うんだけど、ああいうので読んでたから大丈夫だろうと思ってたけど、やっぱ記憶も曖昧になってるし、あ,いやあれなんだな。ってだから、その書き直されてるものがあるから、その書き直されてるものも映像化しようってことの試みなんだろうなっていう、そのねで、連載当初に書かれてたものとか、 加筆しててて変わっっる部分っていうのをさなんとか表現しようというので、えー、映像媒体を変えて、えー、それで2つのエンディングを、ね、どっちもファンはどっちも見るだろうっていうのでじゃあ2倍お金儲かるじゃんって、まあ、そ,そううまくいけばいいんですけど手塚治虫の映画を今一生懸命見ようなんて人はそんなにいないし うん力を入れて作っても、みたいなのはちょっとあるような気はいたします。それで、まあ、火の鳥っていうのは全12編とされてる。まあ、それ以上あるみたいなんだけど、まあ、大体大きなもので12編中、えっ、ー、と、7作品かな、ね、が、あの、アニメ化にさ,されてるっていうのは、びっくりしました。僕知らなかった。知らなかったものは忘れてたのかな。2004年に NHK の BS 放送かなんかでその火の鳥のアニメーションってされててさ、で、僕が好きな太陽編とかもアニメーションになってたっつうのでい、知らなかったっつって、羽衣編とかもやってたんだみたいなさあの、びっくりしたよ、ね。だから今回のアニメーションも、まあ20年ぶりではあるんですけども、作られてるっていうので、かなりびっくりしましたね。 えー、嬉しいんですけど、手塚治虫の映像作品ってメトロポリスとかもそうだし、あのまあ、定期的に何かが映像化されるってことがあるんだ。まあ、実写だとバルボラとかが3年ぐらい前に作られたかな。があるから、うん、まあなんだろう、作ろうっていう人がお金集めようってうのでやったりするんだけど、漫画の神様と言われてる手塚治虫の作品は実は、 一般大衆ににそんなな浸透していかないといかとう、ね、まあやっぱその手塚は終わったっていうのは本当なのかもしれないっていうあの鉄腕アトム終わったら手塚はもうダメだって言われた頃から実は世間ではダメだっていう認識なのかもしれないななんていうふうにも思った次第ですまあ見れたら見たいね劇場に足を運ぶことはないと思うんだけど予告編見たら絵も綺麗だったし、うん だろうね、その割ともう今はできない、アドルフに次ぐとか今書けないだろう、う映像で、あれ未完ですけど、あとすごいあのファンタジーの話だから、ファンタジーだからっつってさ、ヒットラーの話していいだろうってことにはならないので、まあ、これからよりその人権とかねう、いろんな表現とかね、あとなんだっけ、ほら、海外の方のさ、 その黒人大事にしろとか、女性差別をするなっていう、ミート o o 運動かとかがあってさ、映画とかで無理やり黒人入れたり、その、あとなんだっけ、歴史映画みたいなものでさ、その50年ぐらい前の、ね、再現を演じてもらうっていう時にさ、そこにさ、本来存在しない女性議員みたいなものとか、その女性会社役員みたいなものがさ、 あの歴史改変として入れられちゃう映画のエンタメの中でその昔の風土を描かなきゃいけないのにもうそこにポリコレとかが入ってその、ね、ここに登場人物に女性がいないとは何事だって入れられちゃうみたいなさそういう魔改造がされてしまうから、まあ、この「火の鳥」の新しい作品も。うん なんかそ,そういうところがなきにしもあらずだよなと思って。側は、側は火の鳥だけど、実はそこを変えてしまったがためにー、メッセージ性が変わってしまうとかね、そういうことがあるんじゃないかな。ムーピーというものにさ、性別はないんだけどそ、そこに性別みたいなものとか、男らしさとか女らしさみたいなのがちょっと載ってしまうとかね。 なんかそんな子供らしさでもいいしね。なんかそんなのがありそうな気がします。それを超越して書、うん、いてるのが火の鳥であるんだけど、あーなんていうのがね、不安にあったりとかいたします。まあでも絵は、絵が綺麗だから見に、見れたら見たいなと思います。あと、うん、やっぱ見れてないアニメ作品、火の鳥でアニメ化されてるのを知らなかったっていうやつがあるので、 これはねって思ったりしますね。で、今回のエデン17、ね、エデン17っていうのは、地球からその移民というかさ、自分たちで星を見つけて、これで、あのー、星をこうね、地球人がそこに移住して、で、地球人が暮、まあ、らしてくなら、惑星をマイホームと認めてて、 えー、一軒家をか買ったんだけどそこが欠陥住宅というか欠陥惑星で、えー、水もそんなに出ないしあの気候が、ね、あのパンフレットに書いてたような温暖な気候でもなくさ宇宙船が戻れなくなっちゃってで夫婦2人でそこに引っ越してきたんだけどそこで暮らすしかなくなったとだけどどんなに頑張ってもやっぱりその環境が良くならないから。 旦那さんんんが死んじゃうんだねでその旦那さん死ぬ前に一人子供が残されるんだけど子供が生まれるんだけど結局そのお母さんと子供だとさそのあのその新しい生命が生まれられないわけだ子供が育ってしまうとおっていうかまず近親相関だっていうのもあるし 子供が成長するのを待ってるとお母さんは年老いてしまうわけで。だからお母さんは冷凍睡眠するんですよ。その、なんとか命をつなげなければということで、近親相関をするために冷凍睡眠するの。で、あの、子供が大人になった時に、その近親相関をしてまた子供が生まれるんだけど、生まれる子供がみんな男の子なのね。 だから女の子が生まれない、生まれても近親相関なんだけどさ、女の子が今度生まれないからまた冷凍睡眠に入るわけ <laughs>。っていうのを繰り返してるときに火の鳥がそのムーピー族っていうその人の形に見えるような生命体っていうのがあってさ、これが人間が望む姿に変えられるのでそこで 人間の女の子のを模したあ生命体をあ授かるんですよね。そ,そこから新しいそのエデンの園ができていくんだけど、うん、人間と交わることでムーピーの繁栄そして、うん、その一番最初にいたロミっていう女の人がねそのま,また近親相関するために眠りにつくっていうことじゃなくて象徴としてずっと生かされる存在として1年に1回 その冷凍睡眠から覚めてあの国民に手を振るための役割を担う。だから、なんだろうな、本当に象徴としての女王様として、えー、その新しい星が発展はしていくんだけど、うん、このロミっていう地球人は地球人のオリジナルとしてその星に唯一残った生命体になってしまう。で、そこに、まあ、事件が起こったりとか。 あこの地球生まれのロミっていう女の人は、結局のところ地球に帰りたいって言って、あの、<laughs> 変わってしまった地球にこうね、あの、戻るっていう話になってるわけで。で、そこになぜか知らないけど、あの、ほ、他の火の鳥の話の、こっちの、あの、千尋とかさ、 たまみとかもなんか出てくるっぽいっていう感じになってて、いろいろ話混ぜるんだなと思ったりもしたんですけど、まあ、そうね、あの、これエンディングが僕の好きな星の王子様を読む牧村っていう一節で終わる。これも単行本で付け加えられたらしいんだけど、ああ知らなかったと思うんですけど、割と好きな話なんで。だから 本当はこういう話もたまには見た方がいいよなぁなとは思います。僕はもう特に見ちゃってんので、子供の時に読んだからいいやってのもあるんだけど、今、その日本で見れるお話っていうのがさ、やっぱどっかみんながわかる価値観っていう話を、これは昨日の大急地区の話でもそうなんだけどさ、 みんながわかる話しかしなくなってて、そのわかる話しかしないことでどうなっていくかっていうと、その、あ視野が狭くなるんだねそ。そんなものしか見てない人たちの視野と考え方っていうのは固まってしまう。あとは安心するから、みんなが同じ考えであったりとかすると。そ,そういうのを、あの、漫画のジャンルからさ、まあ本当はそういうのはもともと文学とか、そっちの分野だったんだけど、 漫画でもこういうことができるんだっていうので、手塚治虫とかがこうやって一生懸命描いたり、えー、他の映画監督とかでも仲良くなって映像化してもらったりとかっていうことで、認知を広げていこうってことでもあったんだけど、今やもうこういう、なんだろうね、こういう考えがあるかもしれないとかっていう、えー、ことがどんどんそぎ落とされたりとか、もしくはクトゥルーフ神話とかあの、ディストピアの「はい、私は幸せです」の,あのやつとかさ。 ああ,ああいうのとかもさ、その、お遊びと、そして今の時代の人にわかるような言葉で再解釈されたものがさ、提供されてしまうのであの、そうするとその再解釈をみんなが100として学習してしまうっていう、うん、だから変な人が現れるのかな、なんていうふうにもちょっと思ったりするわけです。だから本当はいろんな、その、 まあ文献、漫画を文献って言ったらどうかなとは思うんだけど、うんもっとバラエティにあっていいし、そのバラエティの象徴が火の鳥の今,今作でもあるかななんていうふうには思います。でもそのかっこつけて難しい話にしようとか、そういうことじゃなくてね、本来わかるように漫画で、えー、漫画で映画みたいな表現がしたいとかさ、小説に、 ね、昔は漫画なんてバカにされてたんだからあのあ、ね、小,小説書く人からするとさ漫画なんて子供騙だましだってずっと言われてたっていうのがあってその中にやって漫画だって SF が書けるんだっていうことを体現しようとして、えー、手塚さんが書いた「火の鳥」っていうのはやっぱ面白いんですよねどの話も面白いあだからぜひ見たいななんていうふうに思います であね、さっきも言ったけどびっくりした。もうアニメ化されてる作品の方が多くて、アニメ化されてないのが、乱世編と生命編っていうね、これ、あの平安時代にさその、平安時代の政治模様みたいなものは別に現代と何も変わらんっていうさ、あの民百姓を操るために仏教を広めようとか、そ,そういうのの企みと、 あとは、その、源平物語ですよねああの。源氏と平家が戦って、源氏がこう、ね、にう逃げてさ、みたいなやつ、あの矢を撃ったりするやつですよ。あの話をやってるわけ。だから、これがさ、もう40年とか前にさ、その再解釈としてさ、 うん、歴史はこうだって言われてるものの中に、いや、そうじゃないかもしれない,いそこに火の鳥っていうファンタジーも混ぜて作ってる、この乱世編ってかなり面白い。その、い命というものに固執して、わ、わしはまだ長生きしたいんじゃっていう坊さんがいるんだけどあの、あの、その坊さんなんかがね、なんだっけ、その百姓出身のすごい美人の、 頭のいい女の子をもらって。えー、でそ、その子だけが、純真なその子だけが、その、あの、年寄りじいさんのさ、救いになっててさ、死ぬ間際に、えー、よ呼んで、あの、わしは死にとうないって言うんだけど。あれなんか、人間模様として面白いんだよね。あの、その、じゅ純真に育ったそのヒロインがさ、あの、 平家の中に入ってさ、で、その、ね、政治の断りごとの中に巻き込まれていくんだけど、最後は引くに引けなくなって、平家の人間として死んでしまう話とかあのーう、なんだろうな、今で言うと天皇家に嫁いだ雅子様みたいなうふうにも思えるし、でそれ、それがある前にその話は作られてたりもするから、で、本当はその、 純真なヒロインと幸せに暮らすはずだったあベンタっていう人がねあのまあ弁慶の元になるというか弁慶、うん、をモチーフにして、えー、なったキャラクターだけどそれが最終的には全然違うあのちっちゃいお嫁さんをもらってさそんな可愛くないお嫁さんをもらうんだけどそのお嫁さんと戦に巻き込まれて。 その戦から俺は逃げるっつって最後どうなったかわからないみたいな終わり方になるとかねなかなかいい余韻の話なんですよあと鳳凰編の画王があのこうその山,の山の中でその子供たちを世話するみたいなキャラクターになってて両腕がない画王が死んじゃうっていうところも描かれたりとかするのがランス編なんだけどこれがまだ映,画映像化されて でも映像化するっつうと今度歴史改変だとか <laughs>、怒られる。今だと何でも怒られるんだろうなと思ってさ。今は、さっきニュースで見たけど、あの、VTuber が化け学って言っただけで、化け学って言葉を知らない人が間違いだって騒ぐっていう時代だから、今は。 全部の知識がその後世に伝われとも思ってないから別にいいんだけどさあの書けないだろうなってその何でもちょっとでも間違ってたらダメっていう風に誰かが言う世界だからこれは難しいだろうなってこれは好きなんですよ乱世あと生命編もテレビのディレクターがあのなんか面白いその番組ないかっつってさその中で クローン人間使って人殺す番組作ろうってうのでさ、もう、だから、テレビがね、その、いろんなことをさ、あの、快楽の肩代わりをする中で、一番興奮する賞は人殺し賞だっていうところにまで行ってしまう。だけど、その、クローンで人を増やすんだけど、増やされた人の元の人が狙われるようになっちゃうんだよね。 もうクローンなのか本当なのか見分けがつかないから。意、えー、の一番に殺されちゃったりとかするんだけど。だけど、クローンになった人たちは全部記憶を同じように持ってるから、同じ人間のように悲しみ、苦しむんですよ。その人工的に作られたとしても、ねえーそ。それが北海道の自然公園に逃げ込んで、えー、あと、の女の子も。 一人なんかそのゲームの最中に助けたりとかしてね逃げ込んだりとかするんだけどこれもさ人間狩りの話だから描き,描き方とかちょっと間違っただけでもまあ多分バッシングされる話だからさだから今はあのみ暮らしてる皆さんねその平民の皆さんがちょっとでも起こる作品は作れないから じゃあ、おためごかしのいつものね、完全調和悪の話しようとか、ちょっと誰かが喜ぶ恋愛の話をしようとかさ、あの、そんなのしか作られなくなっちゃうんだよね。怒られちゃうから、その、問題作を作ると。けしからんとか、頭がおかしいとかさ、こいつに監督させるなってなっちゃうから、作れないだろうな、っていうふうには思いました。だから、そ、それを作るには、有名俳優使うか、 あその有名原作として手塚治虫っていうネームバリュー使うかしかなくてーいやーなんか物の作りづらい時代だななんていうのも改めて思ったりいたしましたいやーでもこ,これぐらいなんだねあとはもうその作られてて、えー、僕見たことない外の火の鳥のアニメがあるらしくて、えー、これなんとかしてみたいななんていうふうに思いましたあとはまあ 僕が若い時は、火の,の鳥鳳凰編がアニメになるっつってさ、これをかねあの、今問題の角川なんつうのがやってるけど、まあと、今見てもやっぱり角川の作ったこの火の鳥鳳凰編っていうのは綺麗だし、うんうん、ようできてる。まあ、短くキュッとまとまってるんだけど、このシーンがない、あのシーンがないってたくさんあるんだけど、ねあー、よくできてるなと思いましたね。 だけどこれ、これにもちょっと女性の裸が出てたりとかするから YouTube とか配信でも見れないしさ多分サブスクでも大人用みたいな感じでこう、ね、その暴力とか性的描写みたいなのが入ってたりすると特に今は10代の女の子とかの裸は特に厳しくなってたりとかするだろうから。 見れないんだろうなぁなんて思ったりします。サブスクやってないからね、見えないんだけどね、僕もね。えー、まあそんな感じでした。今日は火の鳥の話です。ほんで、えー、まあオープニングにちらっと映ってた、ファイナルファンタジー6のイラストも描いたんですけど、ティナ、ティナグランフォートですか。あのー、RTA in Japan。これの影響です。えー、最終日にやった、ファイナルファンタジー えーの、4と、ファイナルファンタジー6の RTA の影響ですね。えー、これで、ちょっと、ティナが描きたくなったんですってね。今日は一生懸命描いたりしてました。ティナと、リルムと、セリスを描いたのかなリルムいつも僕なんかこうやって正面顔を描くような気がするけど、えー、今回の RTA では、リルムの持ってるスケッチだっけ落書きだっけ あれの技で、なんか、モンスター番号が存在しない番号を呼び出す、いろいろずるというか、悪さができると。そのバグを使っての RTA だっていうので。だから、まあ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 、結局それは、リルも仲間にしなければいけないから、結局3時間、4時間かかる RTA なんだけど、うんなんかそんなのがあるっつってね。まあ ファイナルファンタジーは特に日本のタイトルとして、うん、ファイナルファンタジーの,そのいわゆる2桁になる前のタイトルは、うんまあ、日本でやってもちょっとその見て喜ぶ人がいるだろうと、お年寄りで喜ぶだろうとうので、それで今回は最終日がファイナルファンタジー4、6、ときめもあースーパーマリオ64という構成になっているんだけど。 なんかそういうのも含めてね。でもやっぱ、やってもらってさ、そのファイナルファンタジーの RTA をちょっとでもチラッとでも見たりとかするとさ、やっぱちょっとイラスト描きたくなるんだなと思って。これはもう RTA in Japan のおかげですよ。これがなければ、そうね、配信で描くことは特にないななんていう,うに思、ね、う。僕が描くやつは、ゲーム版より天野義隆のイラストを準拠に描くから、 怖い顔になってしまうんですけど、セリスとかね、えー、こんなになってしまうので。でも、描けてよかったなって思いますね。描くと、あのシーンも描きたい、このシーンも描きたいってなるし、ね、まあ、ちょっととてもいい日だったなと思いますね。なんか、あれだな,な、昔の作品をお盆にちなんで、なんかお見送りするので、なんか提灯、ちょに絵でも描いてるような気分で、今日は描きました。 まあ定期的にファイナルファンタジー、クロノトリガー、ドラゴンクエスト、あこの辺は、なんだろうね、絵にしたくなるというか、まあ、元の絵とかファンアートもとても多いから、その資料もたくさんあって、描きやすいっていうのもあるんだけど、描きたくなりますね。特にファイナルファンタジーの6はイラストで描きたくなる。セリスを描いて、こんな顔、怖い顔のセリスを描いてるけど、 結局、その無人島に流されて小魚取ってるゲームシーンとかね、あれいいよなぁとかさ、あの、ずっとゲームで、その、ファルコン号をさ、空飛ばせて音楽聴いたりするのもいいよなぁと思ったりするあの感じは、やっぱり、いつまで経っても変わらないもんだなぁなんて思ったりします。だから、そうね、いずれ、 いずれやるのかなファイナルファンタジー6のリメイクとか。あうん、そのリメイクすると今度絶対声とかがつくだろ <laughs> 芝居がつくだろって思うと、それもまた違うんだよね、まあ。でも現代のゲームはセリフとか喋らしないとダメだしなと思う、うんね。そういうがバジェットになってるから。あ、八代亜紀に見えるな、これな。 <laughs> お酒は炙ったイカでいいになってしまうなと思いますけど。なんかね、難しいよね。ゲームは本当は売ったものの形がそのまま遊べるようにしてやるのが一番いいんだけど。でもリメイクしないとな。これも昔から言ってるけど。その ゲームは結局その発売した後1年ぐらいね人気があってやってもらえればいい方でさそんな何十年もずっと引き継がれるゲームなんていうのはないなんかねたまにパックマンとかドンキーコングとかが取り上げられてねあのリメイクされたりとかねでもパックマンだってこ,この間ミズ・見ずパックマンもなくなるしさパックマンの奥さんのかキャラクターが変わったりとかさ し <laughs> してしまうそうそうの妖,虫妖怪同中期買ってきましてねあの PC エンジン版の妖怪同中期が1000円で売ってたからあ安いと思って買ったんだけど今はもうそれが安いってなってんだけどその今妖怪同中期も再販されてんだけどやっぱ表現の問題でさあのゲームの途中にこう水浴びしている 人とかあと乙姫様のストリップショーとかがゲームの中に入ってんだけど加トちゃんの「ちょっとだけをがもう今やれなくなってる時代だからさゲームのその演出とかあとドット表現みたいなもので修正されたんだよねだから今そのゲーム内容には全く関係ないけど演出がちょっと変わってしまうとかっていうのでそれが変わってないのはもうあと現物の妖怪同中器買うしかないわけで、ね。 えー、ファイナルファンタジーだと、あれか、開発室なくなったりとかね、ピクセルリマスターで確か開発室がなくなって、それで、えー、なんかいろいろなくなったりとかするんですよ。その当時のスタッフのお遊びで作った隠し、うん えー、イースターエッグみたいなのもなくなってしまう。でも、イースターエッグなくなってしまったら、本来のそのゲームではやっぱりなくなってしまうわけです。でもゲーム体験にはほぼか関係ないっちゃ関係ないんだけど。でもやっぱ、その改変させられてしまうわけだから、やっぱ抑ええといた方がいいよなと思って。妖怪道中級変えました。まあ、そんなんばっかりですよ。あと、 昔はできたけど今配信だとねいろいろ問題があってできないゲームとかコミケのコミケの話の後話だとナチスの制服を着てコスプレしてた人がけしからんって怒られてみたりだとかねバー,ベンバーベンハイマーにあんだけ目くじら立てた日本人はナチスの制服を着てるうコスプレイヤーには甘いみたいな感じでさ 言われたりとか、まあ、そ,その考え方も一つありだよなとは思うんだけど、<laughs> なんだろうなって、だ表現しづらいとか、なぜナチスがダメなのかの、じゃあ理屈をみんな言えるのかって話であったりとか、その、何年前だっけな、そのヒ,ト,ヒットラーの紛争した人がドイツに行って、 ドイツでその、ね、ヒットラーの何が悪かったのか、そのインタビューして回る映画みたいなのが確かあったんだよね。だからもう本当に何年経っても許されないホロコーストなわけで、あのなぜそこまで、ね、そのヒトラーを悪人にする必要があるのか。だから、ビンラディンとかもう忘れ去られてるけど、ヒトラーとネオナチと鍵十字っていうのは、もう世の中で 表現しちゃいけないってものになってるっていうさそれはでもある特定の人間がやっちゃダメだよっつってであとヒトラーに迷惑をこむった世界中のこうあのヨーロッパ系の人とかがあのその憎しみのシンボルとしてずっとヒトラーは良くないと悪のシンボルとしてヒトラーはいるっていうさその状況がさ あの同じような過ちとか、独裁者にならんとしてる人たちをこううう育むこの世界がさ、ヒトラーだけがよくないって言ってることもおかしいんじゃないのっていうさうう、ふうにもやっぱ思えるわけ。だからね、その辺がね、えー、やっぱ目先でみんなが悪いって言ってる、世界が鍵十字を認めないと。 発見クローズと認めないっていう風に言ってる世界の中でさ、ネオナチは怖いとかやばいとかね、言、えー、うだけの世界っていうのは、すごく短絡的で怖い世界だから、それこそ表現の自由という意味でね、あの奪われるものでもあるなと思ったりするわけです。だから、めちゃめちゃ擁護するわけじゃないけど、 どうしても僕は40年前にそ,そういう表現が全部許されたりとか、ミルキーのペコちゃんがアメリカのなんかキャラクターのパクリのまんま今でもペコちゃんとしているとか <laughs> いうこともそうだし、なんか何でもありの,その表現の日本でさ、ヒットラーの復活のゲームが出たりとかさ、する話があるから。 うんって思うんですよねそれがいつの間にかやっちゃダメだと。グローバルなことではやっちゃダメだとか。うーんそうね。日本の,その法律なんかもさ、変わったりするわけで。昔なんだっけ ?16 歳ぐらいで女の子が結婚できたっていうやつが、今もう変わってんでしょ法律で。何歳になったら18歳になったのかな男女共に18みたいな感じになったのかなっていうのとかさ。あー 常識が変わわりつつあるわけですよなんかそんなのをちょっと思いましたね。あとなんだっけなあの答えの方だけ今思い出して問題提起の話を忘れてるから答えだけ言うんだけど日本がそうやってグローバル社会になって世界の常識を持ち込んだからそういう犯罪が増えたんじゃねえのっていうような答えを持った事件を忘れました。えー なんだっけもう、もうなんか、昔の日本は、えー、昔の日本を知ってる私としては信じられないみたいな一言に対して、僕は怒った話なんだけど、だから、最近の犯罪とかあがね、常軌を逸してると、<laughs> 頭が良くなっただけなんですけどは、犯罪者がちょっと知恵が回るようになったとか、その 悪知恵を許すような社会であるということなんだけどさ、まあ、あとみ,みんな貧乏になってるってことでもあるんだけどうんいろんな要因がある中でさその日本でこんな犯罪があるのは信じられないっていう一言があったのごめんねこの話話の順番が答えそしてなぜその子答えを出す問題になったのかっていうののそのさらに前の 問題提起の事件そのものの話を見スコンと抜けてるから分かりづらいんだけど。だから、そうやって世界の常識に染まっていくんであれば、その世界中で起こってる凶悪な事件も日本で、えー、模倣犯という意味ではなくて、自然発生的にその教えそのものが犯罪を育むからさ、その世界で信じられてる教えがさ、キリスト教圏とかが信じてる話とかがさ、 日本に入ってきて、それに合わせて日本人も変わっていかなきゃいけないよねってことは、起こる犯罪なんかは、あとは、起こった犯罪をニュースが問題にするときの温度みたいなものも、その、世界のニュースに合わせるというふうにすると、結果、その犯罪みたいなものが、そういう扱われ方をする。だから、昔もあったかもしれない、そういう凶悪事件が、結局はグローバリズムってやつで、 世界中の価値観を同じにしましょうっていう、まあ、基本的に西洋寄りにしましょうっていうことなんだけど、それを合わせていくと、そういう犯罪も当然ふ増えるし、それがグローバルだってことなんじゃないのかい犯罪の面で世界に追いついたってことなんじゃないのかっていうふうに見取れるわけで。なんかね、それをちょっと思いましたね。 当たり前だよっていう <laughs> 今、西暦で2023年って僕も言ってるから、大体令和5年って言わないからさ、日本の文化を消しながら生きてる。靖国が消しからんとかね、言うでしょ。僕は別に誰が何を拝もうといいんだけどさ、靖国に行くなって人もいるわけですって思うよ。ね そ,そういうのが全部く,くだらないというかそこを超越して人が生きるっていうのは何なんだとかさあ、ね、なんで子供を産む以外にこう未来に何かを残すことができないのかとかさあなんかそっちの方がもっと根本的な話なんだあの国民の自意識みたいなさ日本国民である喜びみたいなものを考える前にやはり、うん なぜ生きるのかの方があさ先に来るわけで、ね。まあそういう意味では僕はもう生きててもしょうがないなと常に思うんですけどね。あのあでもやっぱり子,子供を作らないと未来は出来上がらない。だけど今な,なんだっけえっ、ー、とブライダル減税だっけわかんない。結婚式あげる人にお金配るよみたいなのが。 ねえ国会で話し合われてるらしいとかっていう、決まったんだっけ、えー、とか、もうあるらしくて、バカバカみたいだなと思う感じあの、なんだろうな、子供が生まれたから1000万あげるよとかでも、別にいいんだけどさ、なんかやっぱ違ってるよなとは思うね。だから、子供が安,安心して育てられる社会じゃないから、今、その子供を作ったり、結婚しようとしたりする人が、その選択肢を外してるわけで。 未,未来に希望を誰も抱いてないから、日本人の人,人口が減ってるわけでさ、そりゃそうだよねって思うよね。あの年金問題もみんなが脅してさあ、ね、あんたたちが払ってる年金は全部じじばばに吸い取られてもらえない年金あんたら払ってんだよとか言われるわけだから、まあそうならざるを得ないよなと思うんだけど。 そういうのをさ、なんだろうな、何がじゃあ正しくて、みんなが信じてる、今信じてるもので正しくないもんとかさ、ね、あの毎日外食でスシローとかに行く人は本当に正しいのかって話だしさ、経済回すために俺はスシローに行ってるんだって言ってるけど、その中にアホが紛れ込むわけだからさ、醤油ペロペロするアホが、ま、紛れ込むわけだから。 そのことについての責任とかは俺には関係ないつって、そこは切り捨てたり思考停止になったりする。じゃあ政治家だけが悪くないっていうことでもあるよなとは思うわけあの。政治家もそうやって切り捨てるって考える人たちだとしたら同じなわけだから。だから一概に政治家が悪いなとも言えないと。 そんなんの繰り返しですよ。なんか今日はやたらと戦争を起こす人間がどうのほうのらみたいな話も見たしな、えーね。戦争を起こさないためにそうやって騒いでる人もい,いはしるはるですけど、じゃあ台湾で麻生さんがしゃべった、ね、なんかあの愚か者って言われるようなことを死に損ないに言わせるようなことをほっといてんのは、 国,国民のせいでもあるわけでね、ああいう人をずっと当選さし,し続ける地域と人間がいるから、それであれは国会議員ずっとまだやってるわけだから、けしからんけしからんばっかり言ってたってしょうがないっていうことですよ、だからそ,それらもやっぱ目先のことしか考えてない結果でもあるよなとは思うし。 それも含めて犠牲だと思うんだったら、みんながその犠牲にね、あの丸め込まれていけばいいと思うし、なんかそんなんだったりいたします。なんでも人のせいにして、問題にして、ハワイの火事は電柱が倒れたっつってね、<laughs> 倒れたことにした方がいいんだろうなと思ったりしながらですね、えー、なんか思ったりいたしますね。まあしょうがない。僕も今日も体の調子が良くないし、 調子が良くない割には絵とかたくさん描きましたけど、まあ死ぬ前にこういうことがあってもいいかなと思ったりします。この調子だと明日も多分調子悪いんだと思うんだ。だから何にも描けずに終わってしまうと思いますけど、まあその時はその時で明日どうするか考えようかなって <laughs> 思います。ゲームしたいね、えー。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございまた。